はい、こんにちは、夜の沢です。コンピューターネタですね。イージーアイスリス、アイスリスプ、リスプの件です。ちょっと、ね、微調整やってましてね。現在バージョン2.38です。エイドリスもね、ちょっと改良しました。微調整程度なんですけれども。で、大体もうこれで当初予定したのはできたと思います。あとは、なんか問題があれば微調整するメンテナンスモードに、入ります。エドリスって、シンプルな CUI のエディターなんですけども、なんでしょうね、ラズパイ使う人って私の中でやっぱり中学生とか高校生ぐらいの人が多いのかなと思って、そういう人たちにリスプの面白さを、してほしかったんですね。どうしてもそれは強い願望でして、だからイージアスリスプっていうのはコンパクトなもんですんで、ラズパイ、でも軽々動きますし、でそれでその一番のネックはね、そのリスプ系のエディターで適当なのがなかったんですよ。Emacs とかってのはもうマニアの方にとってはもう申し分なく全て揃ってるんですけども、とりあえず何かいじくってみよう、リスプで何か書いてみようって時に、もういきなり Emacs 行くと挫折するのがほぼ見えてるもんですんで、なんかこう取っかかりのいいものはということで作ったのがエドリスっていうこの簡易な CUI だったんですね。でこれだと、とりあえずはあはあ、なるほどリスプっていうのはこんなもんなのかねみたいなのが分かるもんですんで、そしたらもうちょっと本格的に、これマイクロソフトの、ベースコードですけれども、現在のラズパイ400、ラズパイ4はこのぐらいでも、まあまあ動くような CPU パワーになってますんで、これでね、イージアスリスプを起動してもらって、それで、いろいろこうやってもらえば楽しいんじゃないかななんてね、思います。それで、数学をなんか独学で学ぶね、なんか副教材にならないかなっていうのをね、ずっと昔から考えて、もう40年近くも前からね、これリスプっていうのは数学教育に絶対プラスになるなと思って、ちょっと再帰的な考え方がもうてんこ盛りなんですよね。で、数学ってのはやっぱりその再帰的な考え方っていうのと非常にこう密接な関わりがあるもんですから、最近わかんないですけども、私が習った頃の高校数学っていうのはね、ほんとひどいもんでね、数学的機能法だとか、ああいう機能的な考え方、再帰的な考え方っていうのを受験には関係ないからって本当切り捨てられたんですけれども、ひどいひどい数学教師だなぁと今になってみると思いますけれども リスプだったらばそういうのがこう自然に身につきますしね。だからとことんそのなんか数学的な思考実験をやるのにね、リスプだったらもう本当に文句も言わずに付き合ってくれるので、ぜひ高校生ぐらいの人にリスプ楽しんでもらえるとね、すごく嬉しいんですよ。私の高校の時は、前にもなんかくどくど言ってますけど、本当ね、ひどかった。今思うと、教員で数学の先生、あんまり数学よく分かってないんじゃないのかみたいな。受験数学はよく知ってる。こうやればこういうふうな問題が解けるとか、類題がこういうのがあるとかってよく知ってるんだけども、本質的なところ、その数学のハートっていうのをね、どの程度まで理解した人たちだったのかなってね、今になってみると本当に疑問なんですけども。そんな思いを込めて、もう随分何年5、6年頑張って作りましたけども、これでもう、ほぼ完成です。あとメンテナンスモードに入ります。はい、じゃあまたお会いしましょう。